株式会社警部に所属。愛称はイグ。シューティングゲームを専門としたゲームプログラマー。弾幕系シューティングというジャンルが誕生するきっかけとなる敵の激しい攻撃やそれらをコントロールしていくという単純に打つ、避けるだけに関わらない新たなゲーム性をシューティングゲームに持ち込んだとして評価を受けるが制作するゲームは総じて癖の強い独特の ゲーム性を持ち、賛否両論が激しい。以下に挙げた作品ではすべてメインプログラムを担当。アマチュア時代には、ログインソフトよりレーザーファイトという MSX 用ゲームを発売している。代表作である、バトルガレッガ以降、プログラムを担当した、シューティングゲームには、共通の特徴が見られる。以上から、得点を稼ぐなどの方法で残機を増やしておき、 わざとミスをすることでランクを下げながら攻略していくという独特のプレイスタイルが要求される。ドドンパチ開発者の池田恒本は月刊アルカディアのインタビューでバトルガレッガ及びサラマンヘビに影響を受けたと語っている。ありがとうございます。